ネマニャミリッチはセルビアのサッカー選手。ポジションは FW。ソンボルに生まれ、オフックベオグラードの下部組織に在籍2006から07シーズンにユースユースの有望株として選手デビューした。ユースでもプレーを続けながらの選手生活であったが2008から09シーズンにトップチームに加入した。2009年はじめにはリバプール FC からスカウトを受けた。 トップチームに昇格して迎えた初シーズンでは UEFA インタートとトカップ2008での2試合を含む26試合に出場2009年5月23日にはプロ初得点を記録したその後も活躍を続け2011年秋にはアストンビラ FC から興味を持たれたその後は怪我に苦しんだのもあり2013年夏に放出された 2013年7月に FK ハイドククラに加入したが、翌月に FK スパルタクスボティツァに移籍した。初シーズンは21試合で1得点であったが、翌シーズンはリーグだけで26試合7得点をマークし、クラブの得点王となった。2015から16シーズンはアンドレイ・チェルニショフ監督によって、 オグニエン・ムドリンスキとのコンビを組むこととなり、活躍を見せた。2016から17シーズン前半は、セカンドストライカーとして6得点を記録、年末に、クラブの最優秀選手とソンボル出身の、セルビア・スーペル・リーガの最優秀選手に選ばれた。2017年1月10日に3年半契約で、レッドスター・ベオグラードに移籍。 2017年2月25日に行われた FK バチュカバチュカパランカ戦でスルジャン・プラブシッチに変えて投入されて初出場。ジョン・ハイロ・ルイスが負傷したため27説ではスターティングメンバーとなった。その後 FC スパルタク・モスクワとの親善試合で初得点を記録。公式戦初得点も4月5日に決めた。2018年12月28日。 FC バテ、ボリソフに3年契約で移籍した。ありがとうございます。